そして渋谷選手は準決勝何度も走っているんですが、この準決勝が鬼門となっていますからね、誰よりも決勝レースに行きたいはずです。期待していきましょう。期待していきましょう。さあ、それでは第6レースの選手に皆さん大きなパワーをくれましょう。 Let's go! All right, everybody, let's give all your power to the Six Warriors! さあ、全力のパワーを選手に注ぎましょう。 Let's go! Here we go! Clap, 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 clap! On your mark, set! ピスト6カップ1第6レース準決勝 C、 今スタートしました。それでは改めましてスタートポジション順に選手ご紹介していきましょう。まずは先頭スタート No.4 ブルー大谷康重、その後ろ2番手は No.1 ホワイト中島紫音、続いて No.2 ブラック渋谷海、その後ろ4番手 No.6 グリーン清水雅彦、続いて No.3 レッド加藤野拓磨、そして最高峰スタートは No.5 イエロー今野俊明。さあ、以上の6名の選手でスタートしましたが、ここで最高峰スタート今野選手が一気に前へと出ました。さあ、最初のペダルオンから1番手スタートを望むといった形。さあ、ここで1列になりました。さあ、先頭を取った今野選手、ペダルオン以降からどういった動きを見せるか注目です。さあ、第3コーナー、第4コーナー回り、まもなくペーサーがバンクから外れ、今ここでペダルオン。さあ、ペダルオンと同時に徐々に加速していく。さあ、先頭の今野選手はまだ少し様子見といった段階。さあ、反応してか、先頭スタートだった大谷康重がここで今野俊明を抜いていった。さあ、ここで先頭入れ替わり、先頭が大谷康重、ついで中島紫音が上がってきた。さあ、この猛追逃げ切ることができるのか。ここで中島紫音が先頭、ファイナルラン最終周回一気に前に出た。もう誰も追いつくことはできそうにないか。中島紫音このまま行くか。フィニッシュ。 This is 紫音。ファイナルラップ後、ぐんと前に飛び出したのは1番の中島紫音選手。そこからとどまることなく、どんどん2番手と車間距離を空けていきましたね。そして第4コーナー、最終コーナーを回ったあたりの映像をご覧いただいておりますが、今もなお映像には1人の姿、最後まで素晴らしい圧倒的なスピードを見せていただきました。いやー、もう後ろから追いかけられるのね、もう恐ろしいですよね、中島選手が。さあ、上からの映像です。ペダルオンの前に最初に動きを見せたのは5番の今野選手でしたが、残り2周回になったタイミングで4番の大谷選手が一時レースを引っ張る様子もありましたが、そうですね、そのまま2着でゴールできたのでしょうか。準決勝 C 第1位はナンバーワンホワイト中島紫音選手、第2位ナンバーフォーブルー
大谷康成選手。第3位ナンバー5イエロー今野俊明選手。まずは堂々たる走りで決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。さあ本日も調子良さそうですがコンディションはいかがですか。そうですね、昨日に引き続いてコンディションがいいので、まあ、気持ちよく決勝に向かえると思います。期待通りでは走りありがとうございます。さあ決勝今回もかなりの強者揃いとなりました。自信のほどはいかがですか。そうですね、強い人が揃っているので、まあ、その中でもしっかり勝ち切れるように練習してきたので自信はあります。もうその自信ありがとうございます。さあ完全優勝へ向けての意気込みをお願いいたします。はい、しっかり、まあ、自分の力を出し切って勝てるように頑張ります。応援しております。そして最後に応援してくださっている多くのファンの皆さんへ向けてメッセージお願いします。はい、応援ありがとうございます。決勝も精一杯頑張るので応援よろしくお願いします。応援しております。皆さん大きな拍手をお送りください。中島紫苑選手おめでとうございます。Congratulations。ありがとうございました。